こんにちは、内丸です。今回は私のもう一台の愛車、ダイハツハイゼットトラックジャンボをご紹介します。はい、改めまして、えー、こちら、2021年式ダイハツのハイゼットトラックジャンボになります。ちなみにこちらは、えー、2WD で、スマーシュは付いてません。はい、それでは外周見ていきましょう。このジャンボというのはですね、軽トラックなんですけれども、リクライニングができる仕様になっております。 このドアの後ろの部分、ガラス1枚分ですね、キャビンが広くなっています。それでジャンボと言われてますね。その分ですね、この荷台のスペースが若干狭くなっております。その点がちょっと難点ですね。えー、サイドから後方はこんな感じになってます。えーまあ、このジャンボというのはですね、比較的軽トラックですけど、荷物はそこまでいっぱい積まず、だけど快適には過ごしたいという方が結構買っているようですね。 えー、いかがでしょうかまあ外周こんな感じになってます、えー。最近結構このジャンボ人気のようですね。売れてるみたいです。それでは次はカスタムポイントをご紹介します。まずはこのホイールですね、えー。ウェッツのベルバスポルト2を履いてます、えー。スタッドレスタイヤに交換するついでに交換しました。12インチにしては結構かっこいいホイールですよね。 次に紹介するのはこのハードカーゴガードですね、えー、これは鳥居の部分を純正を外してこのガードをつける感じになってますノーマルの鳥居に対してこのガードの利点というのは特にはないんですけど、えー、見かけがかっこいいのでつけましたあとこの製品の良いところはですね、えー、純正の作業灯がそのままつけれるところですね、えー、斜め後方からこんな感じになってます 横からはこんな感じです。結構パイプが純正の鳥に対して太いので、武骨な感じでちょっとかっこいいですよね。えー、このトップについているスポンジなんですけど、オフロードバイクのハンドルバーパッドみたいで、えー、オプションでも出てるんで、ついでに購入してつけました。えー、次に紹介するのは、このマットガードですね。えー、純正レッド とりわけなんかあの不満はないんですけど、えー、かっこよくてちょっとオフロードっぽいんで、えー、買ってつけてみました。えー、今のところ雨とかで、えー、何か効果を特段感じるということはありません <laughs>、えー。真横から見るとこんな感じになってます。えー、そして一番ですね、えー、実用的なカスタムポイントなんですけど、このハードカーゴゲートになります。 えー、折りたたんでいる時の状態はこんな感じですね、えー、後ろのあおりを全開にするとこういう感じになります そしてあおりをですね、えー、荷台と水平に固定するとこんなふうになりますね、えー、この長さの分約3 0ンチないぐらいですかね、えー、この分だけ荷台が長くなるということで、えー、長尺ものとか、まあ、私なんかバイクを積むことができますねあお、えー、りを完全に固定したらこんな感じになります ゲートのロック方法はここに引っ掛ける形ですねはいいかがでしたでしょうかこのハイゼットトラックジャンボまだまだ今後もカスタムしていきますのでまたご紹介しますねそれでは次の動画でお会いしましょう